こんにちは、ブルーホースです。相変わらずコナーはソフトの異常ウェアっていうところだね。これまた戻ってきたのかな、あそこにですね。いつもここから始まるな。アマンダー、ハニー、とりあえず自分の墓標でも見に行ってみる。あ、こんにちは、ブルーホースです。挨拶忘れてました、失礼。前回はちょっとマーカスさんを暴走させてしまって、まあ、ちょっと人一人を殺めてしまって、しかも、サイモンちょっとなくすというね、まあ、ちょっといろいろとやらかしてしまったパートではあったんですけど、まあ、ちょっと、なんだろうな、まあ、ゲームとして苦渋の決断をしなくちゃいけない時もある。ただ、これがやっぱり現実世界だってなった時にどうするかだよね。まあ、僕はそのアンドロイドじゃなくて人間側の立場ですけど、ところでアマンダを探してるんですけど、アマンダらしき人が、まあアマンダらしき人っていうかアマンダしかいないと思うんだけど、アマンダが見当たらないね。とりあえずぐるっと一周、あいた、ついにボートに乗ってる、小舟に乗って坂本龍馬とお龍みたいにやります。龍馬が行くだじゃないな、大井龍馬か、あの武田鉄矢さん監修してるやつねっていうのをね、見たときなんかはね、お龍と坂本龍馬がキャッキャウフフしてるシーンが15巻にあったりするんだけど。ということで、いらっしゃいコナー、たまにはボートの旅なんてどうかしら、私に焦げと。へい、喜んで。カヌー乗りたいな、仁淀川のカヌーに乗りたい。5キロから10キロくらいの船旅乗りたいな。よっしゃ、じゃあ船でも漕ぎますか。こんな手持ってるっていうのすげえ金持ちなんだろうな。このアンドロイドを従えてる人か、もしくはまあ作っている人たちか。傘当たらないように気をつけてくださいね。行きます。 I love this place. ここは落ち着くわ。 Everything is so calm and peaceful. ここでは何もかもが穏やかで、 Far from the noise of the world. 喧騒とは無縁の場所。 Tell me. それで What have you 収穫はありましたか。ハンクやな。My relationship アンダーソン警部との関係が障害となっています。え、 He continues to struggle with psychological issues. いや、まあ、そうなんやけど、でも割といい関係になってきてるんじゃないですかね。 Nothing matters more than your investigation. ですよね。それは怒られるわ。 What's happening is too important.それはだってハンクを言い訳にしてるような、ね、ハンクと協力さえすれば事件は解決の方向に行きますっていう話をあなたはしなきゃいけないですよ。この事実と違うし、戸惑って lost, いいんですか。 Lost and perturbed. かき乱す。フォースを集中。じゃあ決意を。 I'm just frustrated with my lack of progress. まあ焦ってるよね。お、アマンダ。 But I'm determined to accomplish my mission. わかった。中立じゃなくてアマンダの評価が高かったとしたら、なんか4つ目のあれが出てきてたと思う。一番上。If your investigation doesn't make progress, はい、え、まさかまた破壊される？ I may have to replace you, Kyle. やっぱり。じゃあ自信を持って。I know I will succeed. いやだからその時間がない。All I need is time. どんどん自信を上がってってるけどね。まあ、ね、人間自信と実績を積むことが大事ですから。Something's happening. どうした？ Something serious. この人は人間だよね。Hurry, Kyle.わかりました。急ぎます。Time is running out. どういうこと？どういうこと？あ、もしかしてあれを悟った感じ？あ、出た、あのシーンだ。どのシーンだ？相変わらずコインを。出すよね。あ、募集された。Sorry, おこれでコーヒーが買えなくなるじゃん。79。あー Hi, Hank. ここに来たんだ。Shit, what's going on here? There was a party and nobody told me about it? Yeah, it's all over the news, so everybody's butting their nose in. Even the FBI wants a piece of the action. Ah, Christ, now we got the feds on our back. I knew this was gonna be a shitty bang. So what do we got? A group of four androids. They knew the building and they were very well organized. I'm still trying to figure out how they got this car without being noticed.ルパンみたいに外から侵入した。屋上見たか？窓だ。調べるものだらけで。
ちゃんと確認しておけよ。廊下で警備員必要だね。メンテナンスのアンドロイドだと思ったんでしょ。まあそこら辺は狡猾に行きましたからね、マーカスたちはね。で、あれは警察官なのか。これちょっと待って。なんか、いろいろ自分で調べられるものは特になかったのか。じゃあついていくだけかな。見る。職の局員が監視カメラに事件の様子、それは映っているだろうな。共犯の可能性。ああ、そういうことか。射程ギリギリ。あ、死体残ったままなんだ。じゃあ調べよう。エヴァン・トンプソン、13時55分。それだけか。ボン。あ、そんな器用な倒れ方するもんなんだ。How many people were working here? 従業員の数は職員2名と3体のアンドロイドだけですと。 The deviants took the humans hostage and broadcasted it. あ、しまった。あ、なんかすげえオイラさんが。 This is Special Agent Perkins from the FBI. Lieutenant Anderson is in charge of investigating for Detroit Police. どうもって感じのタイプだね。 What's that? それは My name is Connor. I'm the android sent by cyber. 発見されました。そのアンドロイドが犯人なのにアンドロイドが操作官かなっていう、すげえこうなんか皮肉だよな。あんなことの後で、オーラ、まあいい。The FBI will be taking your investigation. This will be off the case. Pleasure meeting you. Have a nice day. And you watch your step. どういうこと？ Don't fuck up my crime scene. わあ、FBI らしいなんかこうちょっと思った思った同じ。I'll be nearby. If you need anything, just ask.まあ、優秀なんだろうけど、人としては欠陥がありそうな感じするね。放送現場を調べる。監視カメラを調べましょう。勝手に見たらなんかめっちゃ言われそうな気がするけど。これを見れるわけじゃない？で？あー、なるほどね。ボタンを押すと。じゃあこれを調べてみましょう。変異体は不法侵入をしていない。あ、そういうことね。はいはいはい。不法侵入じゃないです。受け付け見られなかったな。廊下にカメラがあります。それを見て従業員が気づくはずでしょう。ぼーっとしてたのかな。で、他にはないのかな。回す。アンドロイド、あ、そういうことか。We stored the station androids in the kitchen. There's no evidence that they were involved, but we didn't know what else to do. なるほどなるほど。アンドロイドが見てないふりをしてるってことか。他に調べ、めちゃめちゃあるな。再生するは、でも再生してみようか。We ask that you recognize our dignity, our hopes, and our rights. 権利先に見逃しちゃった。さっきの全パートで。We can live in peace and build a better future for humans and animals. This message is a hope of the people. You gave us life. And now the time has come for you to give us life. これを見てコナーが変異体にならないことを願うばかりだけどな。RA9。RA9 っていうのはね、気になるけどね。This android seems to have that objective. なんだろうな。リリース。違うな、リベレーションの方か、解放。視覚ユニット、青い光彩、部品。つか、マーカスっていろんな部品の集合体になるから、マーカスって判断がつけないんじゃないか。あ、じゃあマーカス、マーカスでした。犯人はマーカスだった。バレちゃったね。あった、もう一つ。でもこっちは色が違う。てかね、同行反射、変異体に共犯者がいた。あー、そういうことね。型番とシリアル番号は分かりましたと。これアンドロイドがアンドロイドって調べるってなったらどんな、まあ、気持ちって言ったらどういう思考回路になるんだろうな。うわ、最終的にはまさかコナーまで裏切るとか。そんなオチにはならないでほしいけどな。やっぱ人間とその共存、自立、それからまあ反逆っていう感じでね。ブルーブラッドか。アサルトライフル。はいはいはい。で、撃って。
当たったと。で、で、サイモンのこと調べよう。シリアルナンバー P600 型。2036年から、だね。あ、なるほど。最後にとどめの一発を刺されたってわけだ。で、ブルーブラッドで、これはルーフアクセス。こっちにはまだ行かない。行きたくないね。で、分析。これもアサルトライフの弾ってとこかな。そうだね。45ミリか。疲れたな。で、ダダダダダダダと。その角度からここに当たる？ほう、不思議なもんだね。あと、もう、これはあれか。これあれだね、マーカスが被ってた帽子かな。そうだね、襲撃犯は変装していた。で、それから、違う。もうね、2箇所調べたいんだけど、ここにもあったよね。調べる。でね、ここで撮影された。そのカメラが一体どこにあるかなんだよな。あと、あ、あれか。ここに、ここは、あれ、じゃない？アサルトライフルじゃないよね。ファラ、あ、だよね。ピストルの弾痕。これね、侵入してきたはいいけど、あ、放送室調べ終わりましたね。じゃあ、屋上を調べる前に、なんだっけ、キッチンにいる、あんだ、うっほー、行儀がよろしいよ。あ、ちょっと待って、なんかある。読む。テック、あ、違うな。血の色は青。はい。じゃあ、行きまーす。何十年もの間、アンドロイドのデザインは完成からほど遠かった。ロボットっぽさが抜けず、設計費用も高くついていた。そこにサイバーライフが革命を起こしたのだ。きっかけは CEO であり、優れたビジョンの持ち主であるイライジャ・カムスキーの発明だ。シリウム310は全てのライフ、全てのサイバーライフ製アンドロイドに必要不可欠な化合物で、機械の身体にエネルギーと電子情報を循環させる。この液体は人間の臓器を模した、合成臓器の生体部品にエネルギーを供給する。生体部品には重要な機能、体、体温の維持やブルーブラッドの循環などを司る機関もあれば、人間らしく見せるための臓器、呼吸を模倣する肺もある。人間同様、ブルーブラッドなしでアンドロイドも機能不全を起こしてシャットダウンしてしまう。ブルーブラッドはサイバーライフ製アンドロイドの特徴である。人間らしさには欠かせない。エネルギー供給源であり、内部系も制御する奇跡の化学物質は、熟練の科学者ですらない男によって開発された。イライジャ・カムスキーだ。その秘密は未だに謎に包まれている。こいつが犯人なんじゃね。グリーンフード旋風。キツボキセップ。アメリカの都市部は例外なく2つの問題を抱えている。失業と健康的な低カロリー食品の不足だ。だがミシガン州では試験的に進められているデトロイト都市農園 DUF がこれらの問題を解決してくれるかもしれない。 DUF は高層ビルの屋上や未使用の中庭といった町のいわゆるデッドスペースを GM フリー農場として活躍するという計画の試験的導入例だ。これらの農園では都市部の失業者を受け入れているが、適正な賃金と屋外で作業する機会を与えることで、これら失業者が生活保護に陥ったり犯罪に走るのを防止する効果も期待できる。作物は農薬などの化学物質を使わず育てられ、無農薬野菜はオーガニック専門店で販売されている。デトロイトは肥満率はデトロイトの肥満率は過去最高を記録しており、野菜の増加は大関係だろう。ダニエルとパーカーのトレント兄弟がこの構想に手掛かった5年前には出資するものはいなかった。全ての銀行に行きましたが、シャベルを買うお金さえ貸してもらえなかったんですよ。トレント雇用代 DUF は現在50人のスタッフを雇用している。投資会社から毎日のように資金提供の申し出がありますが、独立したままでいたいんです。お金よりも大事なものがありますから。失業者が減り、上質な食品が食卓に並ぶのだから文句を言う人はいないだろう。ということで尋問を開始する。尋問を開始する。なぜ君たちはぽよぽよしているんだ。全員同じ顔やな。尋問してるんだこれ。変異体を見つける。じゃあまず型番。Model GB300 Serial number 336-445-581。 はい。What is your function? 君の機能は？ I am a broadcaster. 私は放送オペレーターです。で、GB300 で犯人を見つけると。じゃあ目撃者。いや、覚えてません。
ちょっと待って、こうなんか区別があるのかな。メモリーは、はい、メモリーにアクセスされたことはいえありません。で、じゃあ診断を実行しろ。全身です。ちょっと待って、みんな同じ服装だしね、誰が犯人。じゃあ、Have you been in contact with any other androids recently? Only stationary. 作業時に接触する駐在のアンドロイドのみです。One of you saw the attack on the surveillance cameras and said nothing. それはそうだよね。Which means there's a deviant in this room. つまり変異体があるということだ。And I'm going to find out which it is. どれが変異体なのか調べさせてもらうぞ。じゃあまずは取引しましょう。Maybe I can convince the humans not to destroy you. うわ、しまった。そういうことか。一体ってあれ。ここはメンタリストの出番じゃないのか。じゃあ脅してみよう、真ん中を。You're going to be switched off. これ他の2体があるかな。あんまり関係ない。Piece for analysis. You're going to be destroyed. Do you hear me? Destroyed.これがターミネーターだったらターミネイトって言われるんだよね。じゃあ最後、今なんかこっちをチラッと見たよね。これがあれかな。そうだね。Turn yourself in or two innocent androids will be shut down because of you. 一番揺れてるね、なんか。でもそんな安易なことある？じゃあハッタリかもしれないか。捕まえた変異体が白状したぞ。There's no point in lying. 嘘をついたって。I know everything. 無駄だ。ちょっとあれだね。他で試してみようか。ちょっと高圧的に言ってみよう。はい、you scumbag! I know it's you! You're just a fucking deviant! Go on! Admit it! 全然反応しないね。じゃあやっぱり、こいつだ。アクセスさせてもらいます。やっぱり。こっち。急なアクションシーンになるな。あ、なんか持ってる。やばい。やばい。あ、ちょっと。しかも真ん中の。あれだ。あ、やばい。シャットダウンは、え？嘘。やばい。ハンク。I need help.なんかできることないの？なんでお前ら動かないの？お前らも変異体になってんの？ちょっと押す。え？早く。なんでバレないの？ちょっと抜こう。抜いて。はい。やばい。真ん中なんかされた？お腹刺されたわけじゃないよね？またあれか、あ、で、ブルーブラッドを注入してなんとか。急げ。あ、でもあと1分でやられちゃう。あるまたか。あと50秒。いや、まさかこんなオチになると思わなかったな。まあ、でも、水流自体は単純にできるものでよかった。犯人が分かった。ただ、なんで警察、誰も、FBI、なんとかしろよ。あ、ブルーブラッドでなんとか復活。てか、お腹どうしたの？大丈夫？あ、お前らなんで動かないんだ？やばい。え？攻撃する。ハンクを救う。やばい。あ、そう。こんなオチになるとは思わんかった。え、またハンクじゃないや、コナー。あー、じゃあ屋上調べに行くべきだったな。あっちゃー。またか。コナー、ノー。4体目のコナーになっちゃった。
しまった。屋上全然調べずに尋問やっちゃったね。あら、屋上パート丸々すっ飛ばしてやったな。ごめんなさーい。屋上を全く調べてない。やっちゃったー。これ、でも屋上を調べて終わるっていうオチもあったのかもしれないね。あー、なるほどなー。変異体が粉を撃つ。撃ってたのか、じゃあ。あー、そうだね、そうだね。変異体を追う生体部品。変異体が襲いかからないで、あ、シャットダウン落ちっていうのもあったかもしれなかったってことか。変異体を発見できなかったらどうなってたんだろうな。うわー、しまったな。あはは、一応読んだら解放されるものがあったんだな。スワットに奇襲された、ストラート放送室で死んだ。破壊されたアンドロイド分析する。あ、一個。そうなんだね。屋上入り口の弾痕とかね。だから屋上全く行かなかったのがしまったなぁ。あ、そっか。いろいろと、あ、じゃあこれ、廊下調べるのとかすっ飛ばしてたかもしんないね。うわぁ、まだまだ調べるところがたくさんあって 40% しかね、できてないからね。まあ、ちょっとこっそりと2週目やって、また楽しんだりとかしときます。ということでね、本日も最後までご覧いただきまして、どうもありがとうございました。また次回お会いしましょう。バイバイ。